国道369号を起点奈良県奈良市2条、王子南一丁目交差点国道369号は奈良県奈良市から三重県松阪市に至る一般国道である。起点の奈良市より奈良の市街地を経て若草山の北へ進む。道市や牛付近で南へ進路を変え、国道25号や国道165号と交差した後、ソニ村を経て、 奈良県境付近の三浦村に入る。その後は、国道368号との交点である、敷津交差点から、途中の海ゆみ赤滝交差点までは、国道368号との重複、さらに、海ゆみ赤滝交差点から、終点の大国谷市交差点まで国道166号との重複となり、そのまま終点に至る路線である。そのため、 道路線の単独区間は、宇田郡三恵村までとなり、三重県内の道路線区間は、他の路線との重複区間をもって成り立っている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。津賀坂バイパス、奈良県宇田市生区田口元上田口交通量2005年度平日24時間、交通量国道169号との分岐奈良県。 ならし、上り王子町交差する場所の括弧書きは地名。それ以外は、交差点名で表示。ありがとうございます。